リバー綺麗な場所だね。うん、すごく手入れされてる。なんや、えらい高貴な感じするな。皇帝の一人や二人おっても良さそうな雰囲気。おい、こっちだ。何やってんだ、早く来いよ。うん、本当かな。Thank you.
ああ、なんということだ。私はなぜこんなにも醜いのだ。ああ、誰か来る。急がなきゃ。誰だ。あなたは皇帝。いかにも。私は防具帝国皇帝ブヒーデンだ。お前たちは何者だ。何しにここへ来たのだ。どうしよう。やばい。見るな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 。いるんじゃない。出て行け。出て行くんだ。早く行け。皇帝陛下が賢者様。そういうことだ。お前たちは何者だ。僕たちは怪しい者ではありません。お願いがあってきました。お願い。そうか。お前たちは私の秘密を知って脅迫しようというんだな。違います。僕たちはあなたの賢者様の力を借りたいんです。え、賢者。この私が。あなたはかつて二の国の魔法世界を治めた賢者様の一人なのですよね。残念だったね。賢者は私の父だよ。父は15年も前に死んだ。その力をあなたは引き継いだはずだ。私が賢者の力を。なあ、そういうことにしておいただけさ。私には才能がないんだ。賢者なんていう大役を務められる器じゃない。私にはもう魔法なんて使えないよ。え、そんな。そろそろ帰ってくれないか。ここは君たちの来るところじゃない。さあ帰ってくれ。帰れ。一体どないしたんや。なんか様子が変やん。もしかして。間違いなく抜け殻みたいやな。一体何をなくしてるの。皇帝陛下がなくしとんのは信じるという心やな。信じる。ああせや。自分の姿を美しいと言うてくれる周りを信じられへんようになって自分にも自信をなくしてしまうと。つまりあらゆるものを信じる心をなくしとるっちゅうわけや。あれで皇帝とは笑わせる。皇帝なら皇帝らしくどっしり構えてほしいもんだな。じゃあ行こう。信じる心を探しに。うん。世話の焼ける皇帝だ。では皇帝陛下、失礼します。あの人、どこかで。囲まれたか。お前たちは何者だ。突然我らの目の前に現れる。一体何をした。え、そっちこそいきなり。皇帝陛下、この怪しい者ども牢屋にでもぶち込んでおきましょうか。皇帝陛下。いや待て、この者たちが神事にして現れた謎が解けておらぬ。分からぬことは徹底的に調べる。それがこの防具帝国皇帝ブヒーデンのルールである。よし、私の部屋に連れてこい。じっくり話を聞いてやる。
あの二人。え、ラス、魔法。ああ。やっぱ無理だよ。諦めんな。もう一度だ。ちょっといいじゃん。
たな。行くよ。大勝利。